ちは。今月の、テーマはサーブです。打ち方とか球種というよりは、コースの打ち分けと、そのコースを打ち分ける際にしっかりその線のイメージができているか、軌道のイメージができているかというところと、そのサーブのコースに対しておおよそ予測されるリターンのコースというのをしっかりこう把握していただいて、それに基づいて前衛のポジションを少し変化させるというところがいいかなと思っています。サーブの打ち分けに関しては以前、初中級のクラスでやってるところから動画を引っ張り出してそれを確認していただきます。プラスアルファ、その線のイメージですね、コースに対しての線のイメージ、そしてリターンのコースのイメージ、ここを結びつけて考えていけたらいいかなと思います。スピード、威力に頼ることなくコースでしっかり勝負していける、そんなサービスゲームを組み立てていきましょう。よろしくお願いします。この動画ではサーブの打ち終わりの時の体の向き、主にはおへその向きに注意して見てみましょう。センターに打つ時とワイドに打つ時で体、おへその向きが違うのがわかると思います。センターよりも少しワイドの方が体が回っている感じがわかるかと思います。打ち終わりに体の向き、おへその向きに注意して打ってみましょう。この動画では飛んでいっているボールのコースは分かりませんが、1球目センター、2球目ワイドで打ち分けています。特に注目していただきたいのはトスアップした左手の残り具合になります。センターに打つときはやや長めにトスアップした左手を残し、ワイドに打つときには少し左手を引く下ろす作業を早くしていって、体の周りがスムーズになるように促していきます。トスアップした左手も有効に使えるようにしていきましょう。ワイドサーブの軌道のイメージになります。実際に、狙う時にはワンバウンドさせる場所は皆さんイメージもちろんされてると思うんですが、打点、ネットの上の通過点、そしてワンバウンドさせる場所と実際にたくさんの点をイメージすることで、そのイメージは線になってより具体的になっていきます。いきなり遠くの的を狙うのはかなり困難ですが、こうやっていくつかの点をイメージすると線をなぞるような感じで打てるかなと思います。こちらはセンターへのサーブの軌道のイメージをボールを置いてイメージしてもらっています。先ほどのワイドのサーブと比べるとネットの上の通過点がセンターベルトよりもだいぶ右側に来ています。ホルトのラインから、センターラインに向かって入っていくようなイメージを描いて打つといいセンターへのサーブになると思います。こちらはワイドサーブに対してのリターンの予測としてボールを置いています。考え方としてはリターンの打つ場所からダブルスライサイドラインの両サイドを線で結ぶとある程度リターンで来るであろうコースがイメージできます。もちろん相手の技術レベルやサーブのコースへのスピード甘さなんかによってこれ以上厳しいところに来る可能性もありますが、あくまで確率として目安にできるのではないでしょうか。前衛が守る範囲も少し広くなるのがわかると思います。そして実際に前衛に、
私が立ってみて相手のリターンの場所からイメージしてポジションを取っています。リターンの人の動きに合わせて動くというよりはサーブのコースに対してしっかりと反応して動けるようにすると先にそのコースに入ることができます。相手のリターンを打つところの正面に入ってストレートは体で抑え甘いクロスには体でしっかり飛びついていくのがいいかなと思います。こちらはセンターへのサーブに対してのリターンの予測としてボールを置いています。先ほどのワイドへのサーブと比べるとネットの上の通過点が狭まって実際に前衛が立った時にポーチが狙いやすくなっているのがわかると思います。さらにここには相手チームの前衛も立つのでよりセンターが狭まってコースが限定されてくるのがイメージできると思うのでやはりポーチを狙うのにはセンターへのサーブが有効になってくると思います。